皆さんこんにちは、高梨凛です。今日はセルフフォードの撮影の合間に美容に関する質問に答えていきます。肌はですね、やっぱり汗をかくことが一番かなと思いまして、すごいお風呂好きなんですけど、昔は本当1時間半とか入ったりとか、毎日とにかく浴槽に浸かって汗を出すってことが一番かなと思います。ビタミン C と D が配合されてるリポシーってやつがあるんですけど、それを1日3回飲むようになってから、肌も綺麗になりましたし、元気になった気がします。1日3回も、朝昼夜飲むんですけど、やっぱビタミンって意外と不足してるんだなって、なんか飲むと分かる感じがする、なんか最初はまずくて飢えてなったんだけど、なんか逆にもあのまずさを欲しちゃう自分が習慣化してきて、それがうわ効いてるみたいになって、すごい肌の調子も良くなりましたね、ビタミン飲んで。メンテナンスとかではないんですけど、なんか土に触れてなんかリフレッシュするみたいなのを結構大事にしてて、例えばゴルフ趣味でゴルフよくやるんですけど、こう手でこう地面触って土を触るとか、それも忙しくてすごいできない時とかは、あのクレイドっていう泥の入浴剤があって、それを入れてやるとリフレッシュできていいみたいな話をすごいナチュラル思考の友人から聞いて、普段私もめちゃくちゃ携帯ゲームとかやったりとか、台本とかも結構データで来る時代なので、もうずっとこうやってスマホとかパソコンとかいじってるので、なるべくデジタルデトックスみたいなのを意識的にやろうっていうふうに思ってます。美容というか健康も含めてなんですランニングがすごい好きで、中学生の時に駅伝部みたいな感じでやってたんですけど、そこからもう永遠に今は趣味で、なんかたまに10キロとかタラ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 1時間ぐらいかけて走るとかしてますね。それはなんか本当に、まあ、汗もかくんで、まあ、ダイエットにも肌の調子も良くなるし、ストレスも発散できて、なんか一番いい気がします。スポーツは好きなんですか？はい、大好きです。体を動かすのがすごい好きで、ヨガとかやってみたんですけど、やっぱ私はもう疲れ切るぐらい、発散できるぐらい運動しないとなんかスッキリしないタイプだと思って、ジョギングだけはずっともう何年も何年も10年以上続けてますね。逆にこだわりを特に持たず、ストレスなく過ごそうっていうふうには思っていて、やっぱ紫外線って肌に一番良くないですけど、散歩する時とかはあえてもう太陽浴びてみようとか、はいはい、光合成しようとか、絶対こっちの方がいいの分かってても、なんか一回そのルールを無視してやってみるとか、自分が心が気持ちよく楽しくウキウキできることをこう探してやるってことですかね。お疲れ様です。私最近このファッションチェック、よくしてもらってると思うんだけど、はい、全部眩しい顔してる気がする。今すっごいこうやって頑張ってこうやってあげてるけど大丈夫かな？今日は雲一つない晴天です。だって見てください、良いですよ。そんな中ファッションチェックしましょう。うん、私この夏は本当に一番ブルーが気になってて、青空みたいな今日もこのトップス展示会の時にすぐにもう目について、私ブルー好きだから、ロイヤルブルーとか、あとはサックスとかのお洋服すごいたくさん持ってるんですけど、こういうちょっとターコイズっぽいトップスっていうのは意外とワードローブの中にないなと思っていて、なのでこれはすぐリアルバイしようって決めたアイテムなんですけど、本当に私は多分私服の9割がこのパワーショルなんですけど、このパワーショルさがこのゴッドソーたまんない感じですね。どんどんマイクこうやって下行ってる。でもはじめさんなら大丈夫です。聞こえるかな？実は今日したマーメイドスカートなんですけれども、マーメイドスカートも下が結構ボリュームがあるものになってるんですね。なのでトップスも結構ここボリュームがあるし、スカートも下の方ボリュームを持たせているので、いつも私撮影の時ビジュー付きのスニーカー履いてるんですけど、今日ビジュー付き
きのスニーカーだと結構ゴテゴテしちゃう。だからなんかちょっとコンパクトなあのシューズにしようかなって思って、まあ、とはいえやっぱり撮影の時だからあの動きやすいシューズがいいと思って本当に10年選手ぐらいマルジェラのあのバレーシューズなんですけど、これ本当に履きやすくってこれは1年中重宝してます。ピアスもお洋服にボリュームがあったのでちょっとコンパクトなものにしたくって、こういうちょっとパールのものにしてみました。本当はこの後ろがメインなんですけど、あえてパールの一つの方を前につけてます。ここにリボンつけようと思ったんですけど、はい、全体的にゴテゴテしちゃうんでシンプルにゴムだけでやってます。お洋服が結構デコラティブな箇所が多かったので小物ではなるべくこうキュッとしてるっていうところがポイントですかね。あとはほら見て、あさって私あの撮影なんですけど、なのでネイルはしてませんしてませんそして撮影の時ってあのネイルの色をどれか決めるんですけど、それの試し塗りで5色ぐらい塗ってます。こんな撮影の一コマでした。ではあとちょっと頑張ります。いろいろ試しましたけど、4分点数法っていう栄養バランスを一番重視した、例えば肉魚類乳製品とか、それをなんか点数化してバランスよく食べるっていうのがなんか一番痩せた気がして、しかも健康にもいい方法なので、本当に食事ってバランスが一番大事なんだなって思いました。それはなんか20歳ぐらいの時にやった方法だったんですけど、痩せたいけど、まあ、年齢的にもまだ若いし全然痩せない痩せないみたいな感じの時に、なんか食べながら痩せれる方法ないかなみたいな感じで探したのがそれで、すごいちゃんと食べてるのにすごいどんどん痩せましたね。その逆になる方法は私も知りたいんですけど、私は本当走るのとか好きなので結構足の筋肉とか結構がっちりある方なんですけど、こうやりすぎるとやっぱりマッチョにもなってくるので、なんかメリハリですかね。マッサージとかにも行くし、すごいがっつり筋トレ走ったりとかする期間があったら、逆に運動しない期間とかもわざと設けたりとかして、やったりやらなかったりみたいな感じがいいのかなと自分も探している最中です。すごいむくみやすいので、まあ、顔とかだったらもう耳引っ張ったりとか頭皮ブリブリってするのが一番早いですけど、足とかだと、これが足の指だとするじゃないですか、この手の指をこうやって一個一個こうやって入れて指を開いてゴリ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 ってこう回すとすごいむくみ取れます。伝わったかな？伝わりました？自然に毎日するよ。あ、やってます。それめっちゃ疲れとれません？え、そうかもしれない、うん、では今日は一日撮影、高梨さんありがとうございました。8体着ていただきましたが、いかがでしたでしょうか？本当に可愛いお洋服すごいいっぱいもういましたし、細かいところもすごい着ててウキウキするようなお洋服も、こんなすごい最高の天気で一日撮影ができて楽しかったです。ありがとうございました。では最後までご視聴いただきありがとうございました。